はい、皆さんこんにちは、サルです。最近シェラカップでご飯を炊く機会が増えたんですけど、米をね研いで準備するときに、ちょっとね面倒だなと思って、でそういうのをあらかじめのなんかやっておいて、どっか外出するときに持ち出せるものあったらいいなと思って、セリアでねこんなものを買ってきました。はい、これですね、商品名がシェラカップランチで、取扱上の注意点として、電子レンジでご使用の場合は蓋を外して温めのみとしてください。加熱調理はおやめくださいと。あと完全密封容器ではありませんので、蓋を上にしてご使用くださいといったことが書いてあります。材質の方ですけど、ポリプロピレンですね。本体蓋ともに、耐熱温度が120度、耐冷がマイナス20度、容量は 310ml となってあります。はい、ジャンコードねこちらとなります。発売元は株式会社中野さんというところですね。で、まあシェラカップ型のねこういう円錐状をしてるんですよ。でここがねこうランチボックスですから、ネジになってましてね、ネジでこう割とギュッと締めることができる感じで、シェラカップ型ということで、こういうとこに入りますのでね、ぴったりとね、収まる感じとなってますので、例えばお米をあらかじめここで溶いて、もう必要な水も入れて、まあ、ある程度締めて、で、このリッド&ディッシュね、これはそうですね、逆さまに置けば割とぴったりとも締まりませんけどね、まあ固定する、安定する感じ、もうグラグラはしませんので、で、こういう、バンドなんかでね、止めておけばそのままどっかね外出に持っていけて、ご飯を炊けるんではないかということでね、いいかなとちょっと思っておりますが、水が漏れたらねシャレにならないので、一回水入れてみましょう。これキャンドゥのシェラカップは250までメモリがありますね。ちょっと200にしましょう。そこまでないかもしれない。さっきの説明書だと310って書いてましたけどね、まず200ぴったり入ってます。これを移してみます。はい、200でね9割近く入った感じがしますので、310っていうのは本当に満水にしたらでしょうね、多分200ぐらいにした方が無難だと思います。で蓋をネジで、はいはい、普通にキュッと締めました。でこれを振ってみます。ちょっと水が出てますね。ね、割と激しく振ってますよ。こんな風にすると割とやっぱり漏れますね。はい、だからこういう使い方は良くないということですね。当たり前か。はい、ということが分かりました。ただね、あんな激しく振らなければ大丈夫なのかもしれません。では続きましてね、お米を実際研いでみたいと思います。これも最近よく登場するようになった、ガラスのおチョコ。これね、すり切り1杯で米がね 50g 入ることがあらかじめ調べて分かってます。 0.35 ぐらいです。まあシェラザルとかを入れて、ちょっとやりにくいかな。これ入らないですね。綺麗にね。ちょっとやりにくいな。やっぱり洗うときは普通のシェラカップの方がいいですね。なので、こういうとこに。では、米も研ぎ終わりましたので、こちらに移して持っていきます。こうですね。はい。でも、お水もね、お米と同じ量、これぐらいですね。はい、OK です。で、これの蓋をきっちりと、なるべくぴっちりして、はい、でシェラカップに入れて、でこれで閉じておけば持ってきやすいんではないかなというふうに思います。まあ、今日はね検証なので丼物をね料理してみようと思いますけど、こういう風にして持っていけば、どっかね出かけた先でパッと出して炊飯ができると。
いうことになればいいなというふうに思っております。色違いもありましたのでね、これとあとオレンジ色と、あと焦げ茶色のね、こういう円錐状じゃなくて円柱状のねものもありました。まあ興味がある方はね、そういうのも使ってみてもいいかもしれません。ではここからはね、視聴者さんにご提案いただいたこのキャンドゥの白カップリッド&ディッシュを使った丼料理、これちょっとやりたかったので、そちらを挑戦していこうと思います。収納するときにね、これ11センチのカップですけど、こういう風にしてこういう風にして持っていったら、まあ一つね増えますのでね、取り分けてとか小皿に取って食べるときは、まあ、こんな風が便利かなという風には思います。そっち系の人たちからね、質問をいくつかもらったので、回答しておこうと思います。まずこのリッドですね、何か見てますか、キャンドゥのリッドですけど、このパッケージによると、深さが 1.4 センチ14ミリですねっていう風になってはいるんですが、まあね、そっち系の方々は割と、その筋の方が多いので、ちょっと正確に測りますね。まあ、正確っつってもね、限界がありますけど、 13.3 ミリなんです。だから、1.33 センチぐらいなので、まあ、1.4 っていうほぼほぼ近いんですけどね、若干浅いかなって感じです。ご要望多いのは、これの上に蓋をしたいと。要は前回ねこの上で目玉焼きを作ったんですけど、まあ蓋とかしてなかったんでね、まあ蓋とかをすればさらにね、いろいろ調理の幅が広がるというかね、蒸し焼きとかいろいろできるのではなかろうかということで、まあごもっともですよね。例えばこれもう1枚ね、同じリッドをこうかぶせる、そうするとこの深さとこの深さダブルになって、今測った感じでいくと、まあ、26ミリぐらいの、高さは確保できる。まあけどね、目玉焼きやったら結構ギリギリです。黄身が特にボコって盛り上がってるね、大きい新しい目玉焼きとかだとね、特にギリギリになっちゃいます。このシチラカップリッドね、昔からある方、こちらですね、まあ、これは私が加工してるんでね、買ったままではないんですけど、こちらを使う場合もよいしょ、もちろん綺麗に乗ります。ぴったりフィットはします。このね、溝になってるような部分がねはまります。それはそれでねいいんですけど、もうほぼほぼね、もう深さがなくなりますので、これやっちゃうとだから多分ね12ミリぐらいしか、ね、深さがないので、ほとんどね何も入れられないぐらいになっちゃうと思います。あとこれですね、でこれもね、ぴったりのサイズないんです。でこれちょっと大きめなんです。そうするとねちょっと気持ち悪い感じ、このシェラカップのね取っ手のところで、はまらないので気持ち悪い感じ。こっちだとねちょっと内側に下がっちゃう感じね、こんな感じなので、これもねちょっとこう使い勝手があんまりよろしくないかなと。で、シェラカップを置くのはね一番いいかもしれません。これだとね、まあ、当然ながらぴったりではあります。ただね、ツルツル滑りますのでね、こううまく乗せれるかって、それはちょっと微妙ですね。乗らないことはないけど、まあまあ多分ねシェラカップ皆さん結構持ってらっしゃると思うので、とりあえず蓋っていうんだったらシェラカップが便利そうかなって気はしますね。不安定になるっていうねデメリットかなと。一番私がいいなと思ってるのは、ワイルドネスのねワイルドネスってセリアのね、これはシェラカップにスタッキングできるサイズの小皿です。これを入れると微妙に浮くんですけどね、浮いちゃうんですよね。だから綺麗にはスタッキングできないんですけど、まあ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 それでもいいよっていう方の場合はね、これだったら持っていきやすいと思います。はい。でこれはねサイズ的にはこれよりもねちっちゃいんです。ただ不安定になるっていうか、まあ、綺麗にカチッと収まる、その固定される感じはないんですけど、少なくともねシェラカップをギリギリ乗せるよりはね、
落ちたりすることはないかなと、ちょっと当たったぐらいではね大丈夫かなと。なのでこれで蓋をするっていうのがそのご提案いただいたね視聴者の皆さんの趣旨、中を蒸し焼き状態にするとかね、蓋をしてねより温める効果を高めるとかねいう意味ではいいだろうなというふうに思ってます。これかぶせた時にね多分加熱するとこう持って持ち上げるの熱いので、まあなんかねこれステンレスですけど磁石がくっつくタイプのステンレスなんですよ。鉄の要素が多いのかな。なのでなんか何でもいいんでね磁石でこうやって持ち運びしてやればいいような気はしてます。今回はですね視聴者さんのご提案でこれやってみたいと思ったのが布袋の焼き鳥タレ味、これで、親子丼を作りましょうと。もうすでにね、お米は入れてます。かれこれね30分ぐらいちょうどね浸してます。火をつけましょうか。はい、今回ねまた即席動画なんでねテロップつけてもいろいろ誤食あると思うんですけどね、ちょっとそこはおおらかに見てください。お願いします。油は敷いてますのでここにどのぐらい、まあ、卵ものせるんでねあんまりパンパンになると困るんですけど、いやけどね、まあ、全部いきそうですね。だいたいこうなると全部いきたくなりますよね、おそらく皆さんの場合も。ということで全部いきます。で卵ですね、卵1個分、ちょっとなるべくちっちゃめの卵にしたつもりですけども、普通の卵なんで全部は入らないと思います。これぐらいかな、うん、まあせいぜい入れて半分でしょうね。1個は入れるとまずいなっていう感じがしますので蓋をします。蓋がなんか卵でくっつきそうですね、なんか蓋の卵とじみたいになりそうですけど。10時40分、41分かな、もう。はい、ちょっとね予想外のことが一つ起きました。卵が溢れそうです。卵が溢れそうなのは斜めってるせいか、溶き卵がね周りから溢れそうになってくる感じがあるので、決してね溢れるほど入ってるわけじゃないんですけどね。炊飯がうまくいくかどうかはねこの匂い、蒸気のねこれでもう判断を私はしてます。15分ぐらいかなちょうど経ちまして、ほぼ火もね今消えましたね多分という感じなので、ここから蒸らしに入ろうと思います。はい、まだね10分も経ってないんですけど、ふと思ったんですけど今ねこの余ったやつ、これをねうまく使えばより美味しい親子丼になるんではないかなということで、今のうちにこの出来上がった親子丼のね、食材をご飯の上にぶっかけて、その上からこれもぶっかけてちょっと蒸らした方が美味しく出来上がるんじゃないかなと思いつきました。はい、ということで思いついたらやってみたいのでやってみます。まず開けようと思うんですけど、これね多分もうこの蓋自体がね卵とじ状態になってるので開かないんじゃないかと、ほらね予想通りね、ということでちょっともうちょっと強い磁石、これでいっか、こういうのね、ちょっと強めの磁石でここを押さえて開けます。いきます。おっとこれはすごいぞっていうか、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。うわー、ここにいっぱいくっついちゃったな、やっぱり取っちゃいます。はい、取りました。はい、こうですね。
はい、いきます。おお、なんだなんだ、タレが落ちたのかな。あ、焦げてるんだ、よかった。開けておいて、もうこれ以上焦がしたくないですね。けどね、いい感じです。今回も大成功っぽいです。ということで、こいつを移しましょう。こうかな。ちょっと待って、カメラがあるからね、やりにくいんですよね。こうかな。はい、いったか、いったか、いきましたか、いってくれましたか。はい、こんな感じでどうでしょう。はい、これはね、また来たんじゃないですかね。これはやばいな。これ余ったやつをね、ここにかけたいですよね、どうしても。だからかけますよ。ちょっとかけて、で、これでいいかな。はい、これでいいね。はい、ということでね、10分ぐらい蒸らしましたね。じゃあちょっとね、瞬間ですよ、待望の瞬間ですよ。行ってみます。もうね、予想通りですね。これはね、優勝ですよ。あの、岡野さん優勝です。じゃあ、いただきます。うわー、これはちょっとね、やばいな。これはこんなもん、ちょっとやばいわ。ちょっとこれね、いただきますよ。震えますね。こんな感じですね、おこげね。いや、これはたまらんな。 0.35 でもね、まあ、結構あるんで、やっぱりこのステラカップだと私は 0.35 ぐらいがいいですね。なんかこう無理がないというかね。美味しかった、ごちそうさまでした。ということで、大成功でした。このちょっとちっちゃめのね、セリアのね、ワイルドネスなんていう名前か忘れました、これはね結構いいですよ。皆さんももしね、これ系の料理したい方はね、1個持っておくといいかもしれません。まあ、ただね、卵閉じ状態になりますから、なんかこう強いね、持ち上げるものがいりますね。もともと使ってたこういうなんかこう普通のね、磁石だと、あの、特にね、持ち上げれるんですけど、何かでこうくっついちゃうとね、上がらないっていうのがありますのでね、そこは強い磁石があった方が安心でしょうね。何かにこう引っ掛けとけるしね、料理が終わったと。はい、ということで今回もね、ご視聴ありがとうございました。なんかいろいろね、可能性が広がってて、今楽しくて、すっかりアルストスタイルね、撮ってるんですよ、素材いっぱい。ただね、編集終わってるのもあるんですよ。ただね、アップしたりするのがね、なんかこちらが楽しすぎてね、後回しになってるという状況になりますが、よければね、高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。